河瀬正隆河瀬正隆天保11年2月9日大正8年9月29日は日本の武士官僚。はじめ石川慎五郎、石川小五郎と称したが、後に河瀬正隆河瀬康四郎と改名。遺械君等は正二位、君位等、尺位は四尺。数億国吉式軍佐さんに長州藩士の指定として生まれる。萩の名林館に学ぶ。 文久2年、先方隊に入隊。文久3年の朝日丸事件での幕府、施設団暗殺の司会とされる。源氏元年、お立隊に入隊。金門の変では、戦死した、来島又兵の指揮権を引き継いで、遊撃隊の指揮を取り、後に遊撃隊総督となる。慶応元年、高杉晋作による高山寺挙兵では、遊撃隊を率いて参加した。 第二次徴収征抜では、芸衆口を攻撃するなど活躍した。慶応3年、トーマス・ブレイク・グラバーの協力のもと、イギリスに渡り、明治4年まで滞在する。帰国後は、後部所有、ついで自重長に就任するも、明治6年には、イタリア、オーストリアに赴任。在任中に、ヴィンチェンツオ・ラグーザを、後部美術学校彫刻家の講師として、日本へ招くことに成功している。 明治16年、司法大輔。明治17年より、明治26年まで講師として、イギリス在住。1887年5月24日、死釈を除釈。明治27年に、数密顧問官となり、死去まで務めた。ありがとうございます。